ヘラクレスとヒュドラは、アントニオデル・ポンライオーロが制作した1475年頃の、テンペラグラスサによる 17X12 センチメートルの、遺体であり、同じ画家による、アンタイオスを殺害するヘラクレスと対を成している。どちらの作品も現在、フィレンツェのウフィツィ美術館にある。二作品は、古典芸術を思い起こさせ、キリスト教哲学に照らして、ギリシャとローマの神話を解釈する。 ネオプラトンアカデミーの影響を示している。1494年7月13日付のアントニオからジェンティル・ビルジニオ・オルシーニへの手紙には、ピエロ・ディ・コジモ・デ・メディチによってアントニオ・デル・ポンライ・オーロとピエロ・デル・ポンライ・オーロに依頼されたヘラクレスの業績をテーマとする3点の正方形の絵画が記録されている。それらの絵画は30年前に制作されたものであり、 ロレンツォ・デ・メディチ死後に、パラッツォ・メディチの目録にあったと記されている。3作品は、再度、ラファエロ・ボルギーニの1584年のリッポソで、言及されているが、それ以降は、記録文書から消えている。おそらく詩的な研究のために制作された、現在、薄美術館にある2作品は、アントニオからの手紙に記載されている3作品のうちの2作品のスケッチかもしれない。または、 その3作品中の2作品の複製、またはそれ自体でオリジナルの作品かもしれないが、おそらくメディチ家のために制作され、おそらくアントニオのブロンズ彫刻であるアンタイオスを殺害するヘラクレスと関連している可能性がある。この彫刻は1475年頃にロレンツォから依頼され、現在はバルジェロ美術館にある。ウフィチ美術館の二作品は、 最初はフィレンツェのゴンディケの1609年の作品目録に明確に記録されており、もともとは異なる地平線を持つ別々の作品であったにもかかわらず、その時点までには結合された二連祭弾画を形成していた。二作品は第二次世界大戦中に失われたが、1963年にロドルフォ・シビエロによってロサンゼルスで回収され、 1991年に修復された。AAVV ガッレリアでリュウフィーツ、コーラナアイグランディームセーデルモンドローマ2003ウフィチ美術館ミスズ書房、1994年刊行、46校参照 ISBN4 から622027097 2021年4月4日閲覧ありがとうございます